きます。はい、チーズ。もう一枚いくよ。はい、チーズ。はい、そのまま残っといてもらっていいですか。お疲れ様でした。お疲れ様です。関西大学サッカー部の前田監督に来ていただきました。今日大阪学院大学と陸戦戦いまして1対2で惜しくも敗れましたけども、まあ、今日の、試合見られたでしょうか。前半の立ち上がりから良くて、で、まあ、得点とかも、まあ、試合内容も、結果も内容も良かったんですけど、後半の立ち上がり相手がアグレッシブに来るっていうところをまあ想定してた中で、セットプレーは相手のまあ攻撃の特徴でもあるっていう中で、まあみんなで頭には言ってたんですけども、なかなか実行には移せずという感じで、また後半の立ち上がりのところで2失点してしまってもったいなかったなっていうふうに思います。まあ それ以外のところは特に悪かったようには感じませんでした、うんうん。でまあ、前半の31分に深澤選手、まあ、あれ素晴らしいゴールだったなと思うんですけど、あのプレーというのはどういうふうに見られましたか。まあ、福原が右サイド流れて、逆に、右から左に深澤が流れてっていうような大きく交差した動きが入って、まあ、相手としてはつかみづらい状況の中 で、まあ、そういう中で精度の高いボールと、まあ、ゴールが決まったなっていうような印象です。うん、でも特に前半なんですけど、結構ロングボールを前半に投入しようというような感じの攻撃を見られたんですけど、この辺というのは意図があったんですか。まあ、相手がハイラインっていうのが一つあったのと、あとは、まあ、風下っていうところもあったので、まあ、そういうところをチームで今週用意したものが あったので、まあ、そういうところが多く出たと思います。うん、でまあ、開幕戦となった、前節の近代戦では1対0で勝って、まあ、これで1勝1敗ですけども、まだまだリーグ戦続きますけども、まあ、リーグ戦に向けて今後のお願いします、一言お願いします。まずは次の、試合連敗しないように、しっかり勝つ準備をして臨みたいというところはやっていきたい。リーグ全体で考えたときに、まだまだ上があると思うん で、まあ、上位とももちろんまだまだ対戦がありますし、まあ、たくさんの試合が残ってるんで、まあ、自分たち次第では、全然可能性もあるんで、内容も、そこまで悪いとは感じないので、まあ、内容と結果っていうところまで、結びつけてやっていきたいと思います。はい、で、大阪学院大学に敗れましたけども、まあ、今日の試合振り返ってください。そうですね、まあ、前半、まあ、いい時間帯に、まあ、先制点取ることができたんですけど、まあ、後半入りのところで、まあ、自分たちのミスからの失点で、まあ、その後立て続けでセットプレーから失点してしまったということで、まあ、こういう展開の中で、まあ、失点してから、まあ、逆転する力であったりとか、まあ、あとはまあ失点を未然に防ぐ力であったりとか、まあ、先制点取った後、まあ、追加点取っていく力だったりが、まあ、今後リーグ戦戦う上で必要になるかなというふうに感じました。うん、で、まあ、前半でも先制して後半の早い時間でですね、ちょっとまず第1失点目がですね、ちょっとこうポジションのミスといいますか、一つありました。その辺というのはどうだったんですか、あのプレーというのは。そうですね、やっぱり入り、まあ、シンプルにやっていけばよかったんですけど、まあ、そこの判断のところでまずミスしてしまったのと、あとはまあ技術のところでミスしてしまったので、まあ、ミスが2つ続けばやっぱ失点につながる世界だなと思ったので、まあ、そこは改めてやっぱディフェンスとしてやっぱミスしないだったりとか、まあ、シンプルにやるというところはもう少し頭に入れながら次やっていこうかなというふうに感じました。で、まあ、開幕戦となった近代戦では1対0で勝って、まあ、連勝、もちろん連勝というところだったんですけども、この第2戦というのはどうだったんですか、チームの状態といいますか。そうですね、まあ、1戦目のところはまあ開幕戦ということで、まあ、なかなか難しい試合ではあったんですけど、まあ、その中でまあ 1-0 ということで結果残すことができて、まあ、ここで連勝すればまあ波に乗れるということで、まあ、チームとして絶対勝とうという思いはあったんですけど、まあ、その中でまあ結果がついてこなかったので、まあ、そこは残念に思うんですけど、はい、でもここで落ち込んでも仕方ないので、まあ、次に向けて今切り替えてやっていこうかなというふうに思っています。で、まあ、リーグ戦も、まあ、約1ヶ月ぐらいちょっといつもより遅いんですけども、始まりはどうですか、まあ、このシーズンどうやって戦っていくという感じでしょうか。そうですね、まあ、待ちに待ったリーグ戦ということだったので、まあ、今までこう
やってきたことを寛大らしさとかをこう存分に出しながら、あとは結果ってところが今僕たちには絶対必要だと思うんで、まあ、そういうところを含めて、まあ、リーグ優勝ってところを目指して頑張っていこうという思いはありました。まあ、今日試合はですね、残念ながら敗れたんですけども、今日の試合振り返ってどうでしょうか。まあ、前半は自分たちのいい時間帯に1点取れたっていうところは良かったんですけど、まあ、そこから前半のうちに追加点っていうところが奪えなかったところと、まあ、後半入って立ち上がり、まあ、相手が勢いを持って入ってくるだろうっていうことをハーフタイムに言っていたので、まあ、入りは集中して入ろうっていうことを言っていた中だったんですけど、まあ、自分たちのミスから崩れてしまった、そして、まあ、立ち直せないまま逆転されてしまったっていうのは、まあ、今の寛大の現状なのかなっていうふうに感じるゲームでした。なるほど。というか前半の31分ですけども、はい、福原選手からの、まあ、結構難しいボールでしたよね、はい、あれをよく合わせたなと思うんですけども、あの、ね、シュートを振り返っていただきたいんですけど、どうでしょうか。まあ、もう試合始まる前から、まあ、ゴールだったりアシストで、まあ、チームの勝利に貢献しようっていうふうに思っていて、まあ、ゴール決めるっていうのはずっと思っていたんで、まあ、そんな中で、まあ、ゴール決めれたっていうのは、まあ、良かったかなっていうふうには思いました。そうですね、まあ、さっきのゴールは、まあディフェンダーをちょっと背負いながらというところで非常に本当に難しかったと思うんですけど、はい、よく決めましたね。あのゴールが目の前にあったんで、まあ、絶対に体投げ出してでも当てて絶対に決めてやろうっていう気持ちを持ってゴール前入っていたんで、まあ、うまい形でゴール取れたっていうのが良かったです。なるほど、はい、で深澤選手なんですけども、開幕戦となった前節の近代戦でも1対0で勝ったんですけど、そのゴールも決めてますけども、どうですか、はい、公式戦のこのリーグ戦で唯一、寛大でゴールを決めてます2点、はい、このあたりってどうですか。まあ、天皇杯予選があったんですけど、まあ、その時はゴール決めれなかったっていうところで、まあ、リーグ戦ではゴール取ろうっていう気持ちだったんで、まあ、開幕戦まず取れてよかったなっていうところで、まあ、今日は試合始まる前から2試合連続ゴール狙っていたので、まあ、そこは取れたところは、まあ、ほっとしています。もともと大阪桐蔭高校から、ね、寛大に進まれましたけども、もともと自分も点取るというかゴールハンターみたいなところなんですけど、どうですか。いや、入学してきた時は、うん、サイドバックのディフェンダーをしていたんですけど、去年はずっとサイドバックしていて、まあ、今年トップチームに上がってからサイドハーフっていうところをやるようになったので、まあ、ストライカーっていう、まあ、タイプではないのはないですね。でも、要はもう狙えるところあれば積極的に行くぞみたいな姿勢は見れるんですけど、どうですか。まあ、ポジションがサイドハーフっていう攻撃が多くなる選手、前の選手になって、なったんで、まあ、そこはまあ、スタメン争い生き残るだったりそういうところも含めてくると、まあ、前の選手は結果っていうのが必要になってくると思うんで、まあ、そういうところでゴール結果っていうのを狙ってます。なるほど、わかりました。で、まあ、まだね1勝1敗になりましたけども、まだリーグ戦続きますけども、今後の目標といいますか、はい、教えてください。まあ、今日は負けてしまったんですけど、まあ、全国大会出場するっていうのはチームとしての目標でもあるんで、まあ、今日の負けを生かして次のリーグ戦からも、まあ、全勝できるようにまたチームとして今日の負けをしっかり生かしていけたらなというふうに思います。はい、わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。